上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが身型護衛艦。ネームシップで一番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定、5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が身型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが身型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が、主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における、駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対戦作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していたクス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、
そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし2014年から2024年の間に旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして、 FFM という新艦種のもが身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点ではこの FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。もが、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、 MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積、RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた、外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A型と呼ばれている、航海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS 垂直発射艦を32セル搭載していますが、もが身型はその半分の16セルしか搭載していません。数が多ければ良いというものではありませんが、実は VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラル・ゴルシコフ級ともが
身型の運用目的の違いにあります。も、が、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。も、が、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このもが身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は、約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。